私は鷹と20年近く狩りをしています。鷹はこんな風に優雅に飛んでいたり、狩りをする強いイメージがあるかもしれません。でも実はとても神経質で臆病で、だからこそ慎重です。鷹が食べるために獲物が必要で、獲物となる生き物たちにも、また食べる生き物が必要で、休むための場所がなければ生きていけず、巣作りする場所がなければ次の世代が生まれません。死ねばその体を動物や虫、微生物が分解し、新たな命を育むことになります。鷹は鷹だけで生きていけません。私は一本の木が切り倒され、見通しが良くなると、あの木にどれだけの生き物が生かされていたのだろう、とそのつながりを持ってしまいます。鷹だったら寝床にしたかもしれない。巣を作ったかもしれない。夏に木陰で休んだかもしれないし、獲物を探す見張り台にしたかもしれません。皆さんの身近なところに生きる鷹が結構います。私の鷹との狩りも山に行ってではなくて身近なところでしています。私の鷹との狩りの獲物は主にカモとキジです。草や木が生い茂り、鬱蒼とした河原が護岸工事できれいになり、遊歩道になると、隠れる場がなくなったカモはいつかなくなりました。鷹がカモを食べた痕跡を見ることもなくなってしまいました。キジを狙うときは猟犬と一緒です。キジは普段草むらなどを利用して身を守っていて、狩りをするとわかりますが、ここが危なくなったらあそこに逃げようとキジが決めている草むらが数十メートル先にあります。キジは速く飛びますが、あまり長い距離をそのスピードでは飛べない短距離選手なのですね。そのため逃げ場を複数持っています。逃げ場は長年放置され草木が生い茂った休耕田です。それが減ったため、それまでいた場所にキジがいなくなりました。20年前は歩くだけであちこちからキジが飛び出した場所は、今は猟犬が1日探して1羽出るかどうかになりました。オスキジは朝や夕方、あちこちで縄張りの主張で鳴いていますが、その声も随分減ってしまいました。キジが全くいなくなったわけではないのですが、広い土地の中にポツポツ立った休耕田がなくなったことで、道路際に続く草むらに移動したため、危なくて犬や鷹と会えないですし、私の狩りとは無関係に、キジ自身が生活の中で車に轢かれている数が多くなったと、私の知る土地では体感しています。道路で死んでいる野生動物って結構いますよね。死という結果を目にすることがあったとしても、その生き物がなぜ、どうしてそこで死んだのか、その死には多くの人が思いもしない背景があるのかもしれません。これは北海道にある猛禽類学研究所で冷凍保存されている猛禽類たちの写真です。すべて解剖し死因を探るため保存されています。このすべてではないものの、かなり多くの猛禽類が人の影響で命を落としています。感電死、風力発電のブレードで叩き落とされたもの、交通事故、中毒死など、その背景の一端を私はこの約20年の間で感じてきました。そしてそのことを多くの人に知ってもらうため、漫画という形で発信してもいます。私の鷹との狩り場は減少しています。私の狩り場の減少は、野生の鷹たちの狩り場の減少に通じています。だから自分の狩りではなく、野生の鷹たちが心配になるのです。例えば私の相棒であるオオタカ。基本的にオオタカの狩りは待ち伏せ型です。木などに止まり、自分の姿を木に隠しながら周りを見渡し、条件が揃えばそこからスタートです。私との狩りであれば私はその木です。鷹を腕に乗せることを据えると言いますが、これはただ乗せていればいいわけではなくて、オオタカが止まって休む、お気に入りの木の枝になることを言います。そのために震えてもいけない、ぐらぐらしてもいけない、腕の角度が上がっても下がってもいけません。鷹がバランスを取ることに必死になってしまうからです。常に一定で安定していて、私という人間の存在を鷹が気にしない、忘れるほどでなければなりません。
木に止まっている鷹が木を気にしないように。そして鷹だけでなく獲物にとっても気にされない存在になります。その状態で大鷹の射程距離まで獲物に接近しますが、野生の鷹の場合は私のような協力者はいないので、その場の立地条件をうまく利用し接近しています。鷹狩りでは私は鷹にとって動く立地条件なわけですね。だから立地条件、環境がどれだけ鷹の狩りや生活に重要なのかがわかります。そのため、大鷹が身を隠し接近できる条件が揃っているかで景色を見ています。私が鷹と狩りをするときに、私がしている役割をするものがその場にあるかどうかを見るということですね。そういうふうに景色を見ていると、環境ごと守っていかなければ、無関係に見えたとしても関係しているつながりを断ち、生き物たちを追い込むとわかるのです。私は専門的に環境や生物を学んだわけではありませんし、生物多様性、環境保全などの言葉は後から知りました。でもそれが何を意味し、なぜ重要なのかは、鷹と狩りをすることで体感してきたため、すんなりと理解できました。大きなことをしなくてもいいんです。ただ少しだけ私たち人間と共に生きる生き物たち、環境を気遣うことで私たちも変えていける。ゴミの分別、素材を気にすること、それでもいいんです。猛禽だけで言っても、死因の第一位が交通事故のものもいます。少し気持ちに余裕を持って、スピードを控えて運転するだけで、接触せずに済む生き物もきっといます。お隣さんとして、近所の人に迷惑をかけないため、きっと皆さん気を使いますよね。お隣さんであるや生動物たちにも、そんな気遣いを少しだけ持ってもらうだけで、守れる景色があると信じています。ありがとうございました。